お疲れ様です。今日はですね、バランス調整内容がついに発表されましたというわけで、その内容ね、発表一つ、おすすめデッキもね、やっていこうかなと思います。で、今年のバランス調整は2ヶ月に1回なので、まあ、残り5日後にね、来るよと、シーズン終了と合わせてね、はい、来ると思います。というわけで、早速ね、バランス調整内容を見ていくんですけども、カブトムさんがね、またまとめてくださってるので、見ていきます。で、今回、9枚変わるんですけど、だからそんな、環境自体はそんな変わんねえんじゃねえかなっていう、なんか控えめな調整な気がしますね。はい。まあ、軽く見ていこうと思います。さあ、まず一つ目、文句が攻撃速度がね、0.1 秒上がりますよと、まあ、文句自体別に今弱いわけじゃないんですよ。まあ、弱いわけじゃないけど、特別強くはないって感じかな。でも、マルチ上位ではそこそこ使われてる。マジア超オールブレイカーとか、あとはラムライダープラス文句の神器デッキだとかで入ってるので、まあ、使ってる人からしたら得かなっていう。大幅増えるかって言われるとそうでもないかなって感じかな。結局他のチャンピオンもねすごい優秀なんでね、もうゴルナイイースケキンとアチクイトもねまだまだ強いんでね、はい、マイティーも強い。続いて個人的に結構注目しているロケ砲強化ですね。はい、初撃がね速くなるんですよ。でだいぶ速くなるので 40% ってなると、今まで吹き矢ゴブリンに対してロケ砲なんか無能だったんですよね。キング起動されてエイム当たらないみたいな、吹き矢に避けられてたんですけど、多分そういうのも当たるようになるんじゃないかなってなると、まあ、だいぶ使い勝手はいいし、ここ最近ね、ゴレとかエリジャイとかの大型環境も続いてるんで、個人的にね、ロケ砲強化はね、めちゃくちゃありがたいかなと思いますね。はい、ロケ砲ホグとかもね、復活しそうです。そして、謎アーチャー強化。まあ、謎ってほどでもないかもしれないんですけども、これまた攻撃力が上がりますね。はい、過去最高火力っぽいので、もしかしたら無課金時代がね、到来しようとしてます。はい。続いてゴブジャイ。まあ、やることなかったんでしょうね。さらに無課金税、マシマシタイムですね。はい。ナイトの HP、これもなんか過去最多のね、HP ってことで、ナイトアーチャーのマジ、セットのね、あ、もう外役だ、あ、クロスだ、クロス迫撃、引きこもりみたいな、はい。もうナイトアーチャー自体がちょっと、もう来ます。確定ですね。まあ、ナイトアーチャー食いでもいいし、ナイトアーチャーでもいいし、これ無課金税からしたら本当助かるっすね。まあ、ナイトアーチャー強いんだよ、ね。十分、今ですら強い。多分、本当にすることなかった運営。そして今回、素晴らしい調整の一つでもあるロケットですね。はい、ロケットのタワーへのダメージだけが下がりますね。まあ、本当に、今も、マジアチャーロケット、クロスボウロケット、迫撃ロケット、枯渇ロケット、みたいな感じで、もう最終ロケットで削るのが強いよねみたいなのが当たり前になってるので、まあロケ削りとかも流行っててね。ロケ火砲はまあありがたいんじゃないですか。ファイアボポイズン、あとはクエイクとかその辺の他のデッキもね、増えてきそうな感じがします。というかもうクロスがうざいんで、本当に、クロスも火砲してください、ロケットと一緒にね。そしてここ最近ね、大暴れしてましたフェニックスも火砲ですね。復活後の HP とダメージが 80% になる。そしてなんか小さくなるんで、分かりやすくなりますね。あ、こいつ生まれたバックのやつなんだ。ちょっと弱いんだ。無視しても大丈夫だっていうのが判明すると、まあ対処もしやすくなって、今ほどは流行んないというか、まあフェニックスの代わりは、ハンターとか、まあマザネクとか、まあそれこそインドラとか、まあ無限にいるんで、まあ、フェニックスである理由もなくなってきそうかなとは思います。そして今回一の謎調整、トルネードが火砲と見せかけての大幅強化です。はい。ダメージが下がるんで、スケルトンをね、ワンパンできないようになったらしいですね。はい。2撃になると。なるので、まあ、スケラとかがね、ちょっと入りやすそうみたいなトルネード処理すると、みたいな思うんですけども、キング起動できます。はい。トルネードスケラね、今までの位置とかに打たれてると、普通にキング起動できちゃうんで、そうなると、ゴリゴリ火砲やないっていう。そういたんですよ。今で言うとね、ユネーブ14で最大レベル、マックスレベルですけども、カンスの1個下だとスケルトンをね、ワンパンできないんですよ。だから13レベルか。だから13レベルにあえてして、14レベルに育てないプレイヤーとかがいて、その13レベルでトルネードでもスケラキング起動してくるみたいな、外役、もろろみたいなのがいたんですけど、もうみんな外役になれます。はい。トルネード使えばスケラに勝てます。スケラ GG。そして最後ね、アチャクイが火砲ですね。初撃が遅くなる。はい。攻撃するのがちょっと遅くなるので、まあ対応が全体的にね、弱めになります。まあでも、なんか数値で200って言うと本当にね、異常。え？弱すぎ、下がりすぎってなるんですけど、まあそこまで変わんないのかなっていう。まあアチャクイはやっぱね、アチャクイだからこそのなんかね、クロークの強さとかもあるんでね、今後も強いままだと思います。さあ今回のバランス調査は以上となります。こちらねツイッターのカブトムさんがまとめてくださってます。あ、そうっす。はい、というわけで来シーズン、まあ、強そうなのはね、もう迫撃砲一強なんじゃないかなという感じかな。やっぱアーチャーナイトロケ砲とかのこれ迫撃砲、無課金勢に優しいカードはね、迫撃と最強なんですよ、組み合わせがね。
はい、なのでこの無課金ロケ法発撃とか今でも言いません、今でもマルチ上いるんで、それが強化されたらどんだけ強いねんっていう話なんですけども、まあ、ロケが下放されると言ってもね、結局ロケっていつも強いなんか最初多分700ぐらいタワー削れたんですけど、まあ、下放されて下放されて下放されて今なんで、まあ、下放されてもまだまだ強いよねと。であとはね、こういったクエイクバージョンとかもね流行ってくんじゃねえかなというとこで、ちょっとこの辺やるか、せっかくならね来シーズン強そうなのやって、これスケだったかアイスピだったか覚えてないんですけど、まあ今シーズン勝てれば来シーズン絶対勝てるやろっていう話かな。いや、まあ個人的にロケモンはめちゃくちゃ熱いな。うん、まあでも対策としてはやっぱヤナアメとかアーチャーも処理できるんでね、ロケフォーチャー対策のヤナアメとか、まあナイトアーチャーってなったらやっぱ迫撃砲クロスなんで、そこが増えるってなったら文句もやっぱ強いってなる結局。うん、そしたら今よりは増えそうっすけどね、ヤナアメ入れるか、まあ文句を入れるかといったとこになってはきそうですが、さあもうクエイクがね、このデッキの出戦力でさえクエイクで削るしかないので、まだ迫撃ぶっ刺すか、こういうのも言ってもいい気がするけど、一旦キング起動したい。はい、でまだ俺のロケンはねエイムが無能なので無理はさせないよと。うわマジしてチンポンやないかい。さあゴレちゃんですね。はい、まあでもこのゴレに対してねロケンが強いんですよ本当に。対大型専用みたいなとこあるん で一応防衛迫撃までしっかり置いて、よいしょ、ウッドで内側にしてねしっかり迫撃用に寄ってもらってね、はい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 、ライトニングに当たりませんと。でトルネードが、トルネードをね相手はしたいんかい、しっかり延命ね大事にね。はい、あのもうこれだけでね8角ぐらいありそうですけどさ、クエイク、あーロケホ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 ー、反撃でガンガン攻めたいですね。そのクエイクで削るんですけど、削るにもやっぱ限界があるんでね、いかにこのクエイクでリークを壊して迫撃を通せるかと。ロケホーのね拡散ちまちまも大事。あの前で無視ですね結局守る、あー守るかい、まあまあこれぐらいでいいか、ほどほどにね。迫撃の一発ってだいぶでかいですからね、いつの時代もね無課金の味方ですよこいつは。一生強い、その無課金で一番組みやすいのに極めたら、そのクラロワっていうゲームにおいてほんと1番2番って強い、マジ1番なんじゃねえかなって。迫撃よりも極めた時に強いできてるのかわからない迫撃です、はい、最強は。さあそしてしっかり守る、でこの辺もねしっかり延命してあげたいですよね俺は。で陸行きもねいっぱいあるんでね、ロケット士もう一周出せる。さあウッドで一応、おお迫撃も優秀だな。さあ、まあ、攻めてもいいが、まあ、こういうのもねやりゴムでチクチクいけるんで、で攻め迫してもいいし、まあ、ちょっと不安だったら一回ねロケット押しからのさあ防衛でね、俺あとクエイクあれ何発打てばいいの、ワンチャンライトもあるんで延命できたらいいなぐらいの感覚で、何かが、あユニットだけに相手打ってきましたね。おちょっとやばい、ちょっとやばいように見えますが、結局ねこのキング起動してる時のロケット押しパーティーでさえ、もし相手がヤナアメとかでも2周目3周目回ってるんでね、ロケット押しやる。さあ全て守りなさい、別にこれなんか何試合を無駄に伸ばしてるわけとかではないんですけどね、丁寧に守ってたらこうなってるって、はい、こういうのをしっかりね削っていきなさい。で同サイドにナイトとねロケット押し合わせてやり込みでチクチクして、いやもうすでに嫌われそうな戦い方してるんですけど、もうこういうデッキなんだよね、はい、俺が悪いんじゃないデッキが、もうデッキがこうなだけでさえやばいよマジ。よいしょ、さあトルネード、おーい芝
やっちゃんたい。いやマジ度胸強すぎてこの打球をねボコボコにできるのがガチ気持ちいい。さあこのなんだ宝石ですらも美味しい。さあロケット氏が迎えに来てくれる、なんていいやつ。さあもうまとめちゃってね、まとめちゃって全部真ん中にかき集め野郎ですね。ああこれはね綺麗に処理されたけど、まあ、言うて筋力をしてるんでね、なんとでもなるっすよね。やなめとかないですからね。さあそろそろあのしっかりタワーをね落としたい。もっと攻めてもいい。あのだいぶね控えめに戦いました今回。負けたくないんでね。だから嫌いなんで、うん、ゴレだけには負けまいと、しっかりゴレに対してナイトねロケホで合わせてから守りから意識してたんですけど、まあ、もっともっとね攻めまくるのもありですね。立ち回りは無限なんでね、迫撃も。さあ懐かしいね、めちゃめちゃ懐かしい。まあロケ下放されるんでね、こっちのフェイク型のアーチャー型じゃなくてもいい気がするな。さあロックスター、ロックスターってあれだな、トルネ信者のロックスターな気がしたんですけど、さあ相手はモンクっすね。いやモンクもね、ほんと玄関すでにいるんですよ。ロイとか、あー人技か、これは固まってくれ。おっさあ来た、固まってくれたので筋肉動ができる。え筋肉動は普通に来た。さあ人技ですね。まあ火力が上がるぐらいなんで、モンク自体はそこまでそんななんかね、まあ、めっちゃ強なるやんってことではないと思うんですけど。えあバルーンだ、バルーンだ、やっぱトルネ野郎でしたね。やろうっつって。さあこれ届かないんだよ。あーまあいいね。だからこれ相手、あーでもライドラ、だからライドラフェニックスとかの事故が怖いか、文句だし。まだもう施設トレになるんで、ロックスターバルーン、ロックスターって煽ってくるやつだったっけな。最近でも煽ってくるやつ多すぎてよ、覚えれねえな。ロックスターって海外のなんかストリーマーなんすよね。よいしょ。おあマジでエナチョコですこれ。さあでもダメージ稼ぎたいんでロケ砲でね、序盤はね全然攻めてもね問題ないと思う。今回の相手もちょっと重めだし、トルネもねアイスピもやりゴブもロケオマル対抗多すぎやろっていう話なんで、さあしっかりナイト連盟していく。いやこれがねマジ強い。そしてトルネを使うがいらないか。うん、さあすでに俺の呪文圏内ですよ。あなたは気づいていますかい。そしてここからはロケ砲大量発生なんですけども、ほどほどにねやっぱ攻めてね、よいしょ、攻めからねペースを作っていきたいですよね。さあいやロケットしいいね、あーん行かれるが、まあ、これも全部発揮法でねなんとでもなります。まあねいらねえかな。あー一応フリーズしてくれたんでありがたいとして、はいもうどんどん行きます、無限に行きます。陸系、まあ、でもしっかりはい延命、アイスピな、アイスピってむずいよな。あでも気づいたらもうクエイクのダメージって知ってる ?656 のあれ間に合わねえかな。200え、あ200ぐらいか、そう200ぐらい。このマジめちゃくちゃ話します。攻めとるネットがあるんでね、あと2回あと2回ぐらい。しっかりねもう事故んなきゃ、おぶねえ。事故んなきゃ負けないで、綺麗に事故りそうなやついたんですけど、さあもうクエイクでね、クエイクで十分ですから。ロケットのね
ダメージが加工されんならクエイク何連続も使えばいいんですよっていう話。参考するしね、スケラの防衛とかでも優秀なんだよね。さあ、ロケオが強化される前からね、優秀ですからね、強化されちまえば無限に入るぞ。てか文句で反射されるって言っても結局逆にキングケドできるんですよね、相手の文句の反射を利用して。そうだから文句側もロケット押し嫌いみたいなとこあるんで、ロケオ最強じゃねえか。アーチャーも強えぞ。まあでもアーチャー近距離できねえかな。さあ、まあでもスキラとか使ってて攻撃速度上がったアーチャー、攻撃速度上がったアーチャー引くってなるともう勝てないっすね。そのスキラでアーチャー引いた時にちまちまダメージ入るとかもポイズンで溶かしたりしてる暇がないんで、スケラだいぶ苦しい環境が来そうっすね。トルネですらも嫌なんで。さあ、おー、エレジャイ。あ、エレジャイはね、ロケモンめっちゃ強いんだけど、マジで金髪。あいつにどんだけ苦しめられてきたかっていう話よね。さあ、まあでも。あ、マジだな。早いって金髪、金髪だけガチで気をつけよう、ね、金髪さえダメージ入れなければ絶対これ勝てますから。はい、なぜなら相手はローキューホームリー。おい、入ってく高回転迫撃も強いんだね。しかもローキューを同サイじゃなくて逆サイドにね出したいね、理想は。さあ、攻め白これどっちにするかですけど、エレジャイとかぶるのも嫌なんで一回置いていくか。左サイドにねキノコを出すパターンもねちょっとあるんですけど、あー、これエレジャイね構えてますよね、行きたいよっていう。ナイトもでもそう考えたらちょっと強いな、位置上がるし今よりタフになる。どんだけタフやねん。これ走んのかな、やりごみ。さあ、クエイクで削る。結局ね、これが一番強いですから。逆サイか、ああ、同サイド。こういうのも早めにね。早めに。アイスピで固めてる間だったらあれがないっすね、反射、エリジャイの反射がないんで、固めてる間にロケット放射を延命してあげればみたいな。さあ、ライト打ってくれんのはまあまあ別にええかって。さあ、こういうのも結局ね無限に釣れます。さえ一生釣って、もう気づいたらって相手のタワーないですからね。いや、これでロケを延命できるのやばいっすよね。だって相手からしたら、トルネ使ってロケを処理しに行ったじゃんっつって、アイスピの良さが出てます。さえ、いや、気持ちいいな。これ来シーズンこう考えたらエレジャイとかちょっと変なのかどうなんだろう。さあ、まだまだ全然負けれます。本気で回す、今本気で回すか悩んだんですけど。呪文を、あ、回します。はい、もう守るのめんどくさいんだよ。まだ守れそうだ。さあ、127はウッド取るね。ああ、迫撃砲が入ってく、気持ちいいね。マジロギオ強すぎすでに。いや、でも新環境めっちゃ楽しみだな、マジで。どんだけこのキノコが環境を変えるかにかかってる気がすんな。フェニックスとかアチャクイがね少々いじられてからって何も変わんないんでね、結局。そういうのはなんかもっとね最近輝いてない、なんだろう、なんかどのカードも輝いてるか全然見なかったやんみたいなカードがそんなない気もする。
なんだろう、C っていうだろう。ゴブジャイそう言われるとゴブジャイちょっと活躍しなかったのかな。ゴブジャイ強化いるかって言われるとあれですけど。さあ今回の相手はクロスブー。いやこれクロスごちそうさまですパタヤン。クロスっすね。対比が近くいないと、まあホグの可能性もあるけど、クエイク、クエイクだぞこっちは。あっちゃけがめんどくさいよな。ハイスキも、うん。さあこのアチャクイが強い、ただただ俺はあのこうやって削っていけるんだね、呪文で。はい、でクロス来てもクエイクでねキング起動される。全然いいです。はい、俺のねナイトがタワー殴るときぐらいしかね活躍しないんでね。さあ一生ちまちま、マジで相手もちまちまだ。うっ、いた、おーマジでやだ。これは防衛発撃置いてロケットクエイク合戦をしたら勝てんのかな。アチャクイがちょっと入ってる、アチャクイの方が入ってる。やべえ、一旦守るっていう。さあできるだけ低コストで回して、アチャクイが強いけど体力高めのナイトで、おハイスピが強い。え、ちょっと待って、俺はそのデッキに勝つために迫撃を使っているのである。さあ壊す、やっぱロキ削りされるとされない。さあロキ削りされないのはでかいんですけど、だいぶ引きこもり合戦してる。もうロケット押して削らせてくれ。なんならもう破棄表でも攻める。よし、いやこれで150ぐらい入んのやばくない。ロキオ、ロキオのダメージなんかバグだな。さてアチャクイもね強すぎる。さあちょっとね攻めたいですけどね、もっとアチャクイがやっぱ強いんだよ。この相手ロケットじゃないなんて可能性あるかな。さすがに、さあ来るよね。ああ、もう偉い。いやでもちょっと待てよ、本気の本気の削りタイム来た。まあマジで来シーズンこんなんばっかだぞ。最悪だ。ああ、来シーズンの嫌な部分見てしまった。あー、まあこうなるか。これアチャクイ強いやないか。全然まだ加工されてないけどね。さあというわけで、まあロキがね加工されてしまえばね、もうクエイクの時代ですから、ちょこちらのデッキもね、はい、お楽しみにと言ったところで、まあ今季もね短いんでね、あのロングシーズンではあるので、トラゲの方もね皆さんぜひ頑張ってください。では大塚さんでした。